緒に、はい、3人で開発したんですけど。あ、前田さん、よろしくお願いします。前田さんです。はい。山沖です。よろしくお願いします。我々が作ったのは、まあ、これは玄関に置いてるとちょっと想定してもらって、何かカバンとか置いておいて、忘れ物防止の、まあ、シグナルを出すものを作りました。で、ちょっと今、仮で、カントリーマームを置いてるんですけど、カントリーマームが、カバンだと思ってください。本当はこの直下にあのセンサーを設置したいんですけど、今何かある、はい、カバンが置いてあると想定します。この時にこうするとランプが今点滅しています。でこの状態はあの忘れ物してますよ、取ってくださいという状態で、で物が、まあ、なくなるとちゃんとカバンが持ってきましたね。なると点滅から、点滅のままでした、ね、あ、今ちょっと点滅じゃなくて別の動きになるはずだったんですけどこれが…お実験したときにうまくなったんですよ。おー、っていう、まあ距離を測って、ここの物体の距離を測って近いときは点滅で、遠いときは別の、ただいろいろカラフルに変わっていくっていうのを作りました。はい、すごい簡単に、紹介させていただきます。以上です。では